すごいおしゃれ。すごいかわいいそれ。なんかまたあるみたい。そう、うん、スイーツっぽい。ただこの辺で切れちゃえばすごくかわいい。かわいいかわいい。すごいかわいい。今日撮影した中身は本の扉の部分、表紙の部分と、あと関東ページなどなど、ロリータの雰囲気に合った感じを、並木さんとかに世界観を出してもらって、すごく可愛い本になると思います。ロリータにはいろいろな歴史やカテゴリーなど、あと頭物とか本当にたくさんの種類とかアクセサリーがあるので、初心者の方ももちろんロリータが大好きな方も、これから挑戦したい方も、卒業しちゃった方も、皆さんすごく楽しめる本になっているので、ぜひ見てください。ヘアメイクアップアーティストと、スタイリスト美術、こう空間を作る全体のお仕事をさせていただいている並木明夫と申します。今回も含め私は可愛いと言われる世界がものすごい得意で、もうそういうお仕事ばっかやってるのですが、普段こう頭の中にフワ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 と思い描いた、こう、あ、こんなのが可愛いな、こういう世界観可愛いなというのをいかにしてこう具現化するかというのを日々考えて頑張っています。よくあるメイクのやり方とは違う、なんかアニメっぽかったりお人形っぽかったり、そういったものを参考にこういうしたら本当に可愛いなというのを考えながら作ってます。今回のテーマは、女の子の部屋ですね。女の子が自分の好きなものばっかり集めて、好きなものだけで散らかってる夢のような部屋を作りたいなと思って、こうケーキとかぬいぐるみとか、なんだろう、小物に至るまで全部実用性とかではなく、こう夢に出てくる可愛いものみたいな感じに仕上がったんじゃないかなと思います。カメラマンの大輝と申します。強い光を使わない、ロリータが可愛く見えるコツだと思います。自然光をよく使ったりとか、直接顔に光が当たらない場所、例えば日陰とか、あと携帯とかで撮るんであればレンズを一回
息でハッてやってみるとちょっとこう曇った感じになるので、それでパシッと撮ればふわっと撮ったりとかもできます。スイーツアーティストのくにかです。周りはお砂糖で作ってるんですけれども、これは、ね、撮影用ということで、中身は発泡スチロールとかで、周りをお砂糖で本物のケーキを作るみたいに作ってコーティングして飾っています。一番の力作はこの白鳥の柱のツルツルした真っ白の柱だったんですけれども、わざと古びた風に白いペンキで加工して、フランスの古いものなんですけれども、ポップなものは実はちょっと今回初めて作ったんですけど、青木美沙子ちゃんがふなっしーが好きということで、ちょっと今回初挑戦してみました。こう減らそうかな、そこで抜いちゃう。あ、すいません、ごめんなさい。かわいいですね、これ作ったんですか。これね、いつもね、うちね、キャンプ行くときにこれ持ってって、キャンプで行くの。おしゃれな。もうほぼこんなですよ。かわいい。Cool Japan。かわいい、コスプレ、ファッション、ロリータ、トラディショナル、ゴーティック、アイドル、オタク、WOW NEW。All new trends in Japanese pop culture.